はい、皆さんこんばんは、こんにちは、そしておはようございます。さあ、ただいま私はですね、みなかみインター付近を走っていて、で今ねこの道消雪パイプが通っていてね、道路に水がまかれているんですけれども、なんかねさっきから変な動きするなと思ったら凍ってるんですよそう、もうところどころアイスバーン状態で車がなんか変な動きします。はい、なんですけれども、しっかりとまあ車の姿勢をこう立て直しながら進んでいるといった状況ですね。これ結構危ないね。消雪パイプ通ってるからと思って気緩めて走っていると危ない、そんな印象です。でこれからですね、私は、また裏道を通って、今度は沼田の方に抜けていきたいと思います。でこの裏道も、まあ、何度かね走っている、道なので、まあ、なんとなく雰囲気は分かっているのでね、通ろうと思いますけれども、あ、これもね何も初めて通るような方だったら多分通りたくない、そんな場所でございます。すごいね、しかしもう道路が湯気立っちゃってねえ、それだけ寒いっていう証拠ですよね。これただいまの外気温は、マイナス6度ですね。今マイナス6度だから多分朝方5時ぐらいになると結構冷え込みますね。今日は群祭の方でイベントやってますね、スバキャンでしたっけ、この雪の中泊まりで雪中キャンプやってるようなんですけれども、いやすごいっすね今日は。あ、ここら辺ちょっとヤバそうだなね、なんかヤバそうな雰囲気ですよこれ。あ、でも止まるねちゃんと。さあこれからまたね山道に入っていきます。あ、曲がれっかなこれ。あ、いけるね、よし。間もなく右方向です。さあここはどうかしら。今回はですね、このフォレスターね、こういった雪道で走るのにはこのフォレスタースポーツかまたは e ボクサーモデル、どっちが向いてるのっていうことをねちょっとお伝えしようかなと思います。で私が所有しているのは、C 型のフォレスターですね、1.8 リッターターボ搭載のスポーツというねグレードになります。でこのスポーツはですね、やはりこの魅力ね、アクセルを踏んだ時のこの気持ちいい加速感ですね、力強い加速感、そしてこの、不等長サウンドですね、私は STI のねパフォーマンスマフラーを装着しているので、このドロドロサウンドをこう体感できるというところで、結構所有満足度はですね高いものになります。ただね、ただこういった滑りやすい路面だとこうアクセルをねガバンと踏んだ時、ま、今は大丈夫だけれども、例えばもうちょっとね積雪があるような状況だとやっぱり滑るんですよ。うん、滑る。まあそれはそうですよね。1600回転で、300ニュートンメーターを発するこの CB18 エンジンなので、もうガバッと踏んだらホイールスピンというか、
トラクションが抜けてしまうという、感じはあります。まあそれでね、走りにくいかって言ったら全然そんなことないんですけれども、やはりね、Eボクサーモデル、Eボクサーモデルはね、本当ね、こういった雪道ですね、滑りやすい路面での走りやすさっていうのは素晴らしいものがありますよ。Eボクサーモデルはですね、このスポーツに比べて、車重がおそらく70キロとか80キロ、ぐらい重いと思うんです。それなんでかというと、やっぱりリチウムイオンバッテリーでこう搭載しているので、まあ、その重さがね当然加わってくるといったところで、雪道になると、まあ、その重さがね不利になるんじゃないかって思われがちなんですけれども、実際乗ってみるとですね、そんなことなくて、もうこのフォレスタースポーツよりかはですね、雪道での安定感安心感は、かなり高いものがあります。本当ね、本当安定してんですよ、Eボクサーは。で今回、まあ、C 型から X ブレークがね、Eボクサーモデルになりましたよね。で D 型も X ブレーク、Eボクサーになっていますけれども、結構私個人的にはX ブレークが Eボクサー化したっていうのは、まあ、ありだなと思いました。まあ、正直なところ言うと、やっぱり X ブレークでね、この 1.8 リッターターボ搭載モデル欲しいとは思うんですけれども、それは当然思うんですけれども、 X ブレークのアクティブな印象プラス電動技術が搭載されたことによって、よりね、よりこう安心してアクティブライフを送れるんじゃないかなというね、そんな印象があります。今回の D 型フォレスターから X モードの制御が変わりましたよね。 C 型までだとですね、この X モード、今ちょっと入るかな、 X モード今入れました、スノーダートなんですけれども、これがね、時速40キロ以上になると、はい、切れました。で D 型からはこの X モードの作動領域内にまた車速が入ると、自動的に X モードがね介入してくれるんですけれども、 C 型は一度切れてしまうと、もう一度スイッチをね入れなきゃいけないといった手間があります。でさらにね、 D 型からはヒルディセントコントロールの介入ですよね、介入のタイミングが非常に滑らかになったんですよ。ちょっと今上りなのでヒルディセントコントロール試すことができないんですけれども、後ほどね下りになったらちょっとね試してみましょうか。今ね、下りに来ましたので、ヒルディセントコントロールを使っていきたいと思います。今ねヒルディセントコントロールを、使っている形ですね。 C 型まではヒルディセントコントロール使うとですね、こうぐーっと減速感が、おお、今完全に凍ってましたね。ぐーってね減速がかかったりして、ちょっとねタイヤが滑るようなこともあったんですけれども、 D 型はねそれが多分ほぼないと思って良いかと思います。それぐらいね非常に制御の入り方が滑らかになったので、あれはねすごい使いやすいと思います。あれは結構ね個人的に D 型フォレスター X モードの制御が変わった点っていうのは大きなポイントになっているかなというね、そんな印象もあります。はい、ただいまですね、山道を越えて下の方まで降りてきましたけれども、
これからね、フォレスターご検討される方いらっしゃるかと思います。でやはりこのフォレスタースポーツは本当にアクセルを踏んだ時の気持ちよさであったり運転の楽しさであったり本当にそういうものをね心底求める方はこのフォレスタースポーツおすすめします。で雪道で扱いにくいのかって言われるとそれはそんなことなくて全然普通に安心して運転できる車です。ただよりねより安心して安定して走れるのは、e ボクサーモデルなのかなと思ったりもします。で今回の D 型のフォレスターの e ボクサーモデルは本当ね細かいところが結構変わっていて運転した感覚はねものすごく良かったです。初期型の気になっていたところが本当改善されていたので本当ねフォレスター D 型の e ボクサーは多くの方におすすめできます。本当なんかこうよりね高級感が出たなっていうそんな車にねなっていたので本当ね結構良かったですよ。ただねやはりおお滑るね凍ってますただこんな路面状況でもあれだなピレリちゃんいい動きしてくれるただやはりですね、その車のねフィーリング感じ方っていうのは、まあ、人それぞれな部分もあるのでぜひ、これからフォレスターね、購入しようかなっていう検討している方はですねスポーツと e ボクサーモデルぜひ両方乗り比べて自分に合ったこうフィーリングを選ばれると良いと思いますのでぜひね一度ですね試乗していただきたいなと思います。同じフォレスターでもエンジンが違うだけでねだいぶ雰囲気変わりますからぜひそのあたりをですねご体感いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回はですね水上から沼田方面に向けてね裏道を走って雪道にはフォレスタースポーツ e ボクサーモデルどっちがいいのかっていう感じでねお届けいたしました。それではねまた次の動画でお会いしましょう。